北綾瀬駅は東京都足立区谷中2丁目にある東京地下鉄千代田線の駅である。駅番号は C20。千代田線開業当初から需要像があった場合に綾瀬車両基地への引き込み線上に新駅を設置する予定があった。建設当初は周辺の人口密度が低く需要も少なかったので駅の設置はなされなかったが本線開業後、 急速に宅地開発が進み人口が増加したことで沿線住民から駅設置の要望が強く出されるようになったため建設に至った輸送需要の予測から当初は産業編成による区間運転とされた関7通りの南側に設置された単式ホーム一面一線を有する高架駅線路は伏線だがホームは西側の線路のみに設置されているそのため 改装列車としては相単線とみなすこともできる。開業時のホーム有効調は3両編成分であり、当駅からは綾瀬駅までの区間運転の列車のみ運転されていた。2015年6月8日より大規模な駅、改良工事に着手し、ホームの延伸やコンコースの改修、出入口の新設などを行い、2019年3月16日のダイヤ改正より、 代々木上原方面からの重量編成の列車が発着できるようになっている。3両編成の列車はホームの北側に停車するため、南改札5番で入り口からはやや距離が開く形となる。2002年3月23日から開始された視線でのワンマン運転に合わせ、可動式ホーム柵が設置されたが、ホームの重量化に伴い全面的に更新が行われた。 2018年10月27日からスイッチ制作の発射メロディを使用している。曲は千歳緑である。2020年度の1日平均乗降人員は3万1000人であり、東京メトロ全130駅中88位。2014年3月15日のダイヤ改正で日中の運転本数が毎時4本から毎時6本に増発され、2019年からは新たに 代々木上原方面への直通電車が終日設定されており、乗降人員は増加傾向にある。2020年度の利用者数は新型コロナウイルス感染症の流行の影響を受けて前年比18.3%の大幅な減少となったが、当該年度はほとんどすべての駅が20%を超える減少率を記録しており、 東京メトロ全駅の中で最も小さい減少率となった。開業以降の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通りである。当駅の北側では、足立区と三井不動産による土地区画整理事業及び都市再開発が行われる予定である。足立区が駅前交通広場や周辺道路、駐輪場などの整備を進め、三井不動産が 商業施設を建設する予定である。駅前交通広場と駐輪場においては、足立区は2021年4月19日付で、都市計画を決定している。駅西側の関7通り沿いにある。六木途中、亀有駅方面のみであり、綾瀬駅、足立区役所、王子駅方面へ行くには、駅東方200メートルにある、城谷中町バス停を利用する。 駅東方150メートルの城谷中町信号南にある。ありがとうございます。